前回紹介しましたこちらのデッドフェニックスね、うん、こちらの超絶改造で遊んでいきたいなと思います。はい、3、2、1、うわぁー、 OK。 おー、強烈、ナイスアタック、パーフェクトにしようか。そうだね、パーフェクトにしてもう一回同じ戦いしてみましょう。うん、わぁ、すごい、すごい、すごい。はい、こんにちは、まーちゃんねるまーはらです。はい、今日はですね、ベイブレードバースの動画なんですけれども、前回紹介しましたこちらのデッドフェニックスね、うん、こちらの超絶改造で遊んでいきたいなと思います。はい、じゃあ早速バトルしていきましょう。はい、じゃあこの超絶改造ガイドね、うん、3つ種類がいつも通りあるんだけど、まずはデッドフェニックスのデニス・ボルカニックだしね、うん、これは超攻撃的だよね。うん、デッドフェニックス、ダブルオーダーがエターナルだね。そうだね、これがスタミナ系。うん、スタミナで、最後がエイトダッシュボールディメンション、これはバランス系、うん、ということです ね、はい、ではまず僕は使うのはデッドフェニックスデニスボルカニックダッシュでいきます。はい、じゃあ私はこちらでいきます。うん、超絶アーキです。12メテオデストロイダッシュですね。うん、3、2、1、おっと、おっと、そんなにボルカニックダッシュが動かない、暴れなかった。いや、でも両方暴れた感じだね。そうだね、両方暴れて勢いともなくなっちゃった。 あら、スタミナな、あー、 3、2、1、あ、おっと、暴れたけど、暴れそうすぎ、あっ、もう一回結構になっちゃった。アタック、こうなると、あー、スタミナ、そうだね、 3、2、1、デッドフェニックス、ダブルオーダーが空いたのでいきます。はい、じゃあ私はこちらでいきます。ヘルサラマンダー、12アンダーオービットでいきます。うん、3、2、1、おー、今度はパパ左回転だからね、これまでとはちょっと違うでしょう。お互いスタミナ同士だね。ということは、おのずとカチカチ対決だ。あんまり外れない。おー、あー、やっぱりカチカチだ。あー、でもスタミナが弱い。あー、おーおー、3、2、1、おー、外れた、あー、まあ外れた、場外飛んできました。あー、やばい、ファーストチャンス、やばい、こっちはもうメタルが、メタルが引くしかない。リアルバーストもありえない、ありえないから、すげえにありえない。ファーストチャンスだけどダメだ。そうだ、スタミナダメだ。カチカチ対決だ、これ、これやばいかもしれない。いや、でも軽い分こっちが焼いちゃう可能性が高い。バランス崩れてきたのはデッドフェニックス。おお、頑張れ、おお、やったー、負けず。3、2、1、ナイスアタック、ディフェンス系なのに、ディフェンスじゃない、スタミナ系なのに。あー、ただしアーマーがある方が重いよ。あー、そうだね、外してもそっちのトラップになるけだよ。あー、ちょっと取れない、スタミナ系ベイではこのアーマーが外せない。よし、よいしょ。じゃあ僕はデッドフェニックス、エイトダッシュボールディメンションでいきます。はい、じゃあ私はデッド派です。ゼロバンプエクストリーム出していきます。3、2、1、おー、オッケー、3、2、1、おー、もう一回オーバー、3、2、1、危ない、危ない、危ない、避けられた、よし、避けたぞ。はい、いかん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 、これでは、これでは飛ばせない。いやー、追いつけない。あー、でも一撃が重くてもうスタミナが。あ、本当だ。あれ？重い一撃が。うわー。そう、勝てた。はい、ということでデッドフェニックスの超絶カードをやったんだけど、うん、どうだろう。そこまで強いって感じしなかったね。そうだね。じゃあさ、パーフェクトにしようか。そうだね。パーフェクトにしてもう一回同じ戦いしてみましょう。うん、じゃあ僕はパーフェクトフェニックス、デニスボルカニックダッシュでいきます。はい、
はい、では私は超絶アーケース12メテをテストで出していきます。3、2、1、ゴー。さあ、対戦です。あーめー、あーやだ。3、2、1、ゴー。わーめー、すごい、すごい、かっこい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 い、すごい今のドローは。3、2、1。アーマーが外れないです。アーマータイムないね。うわー、まずい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 。あ、じゃあ次はパーフェクトフェニックスダブルオーダーがエターナルでいきます。はい、私はヘルサナマンダー12アンダーオービットですね。はい、3、2、1。おお、強烈。うわ、すごいすごい、連続で当たってる。まあ、スタミナとは思えない当たりだけど、でもサラマンダー強いね。ヒットもしないな。アーマーが外れないな。左回転だから外れないのか。ああ、でもね、重さ的にもこっちの方が重いと思うよ。重いよね、全然重いよ。うわ、さっきと全然違う。なんだどうだろう。結果は、うん、ああ、負けたね。3、2、1。おっ、おっ、おっ、またまたさっきと同じ。おー、この、おーい、なんとオーバーされた。3、2、1。おっと、おりゃおりゃ、また当たり、また当たり。やり返せ、オーバーいけ、オーバー、ダメだ、力入る。遠心力力が入ってる。だけど、だけどこれはスタミナ勝負だ、どうやら。ただこのスタミナ勝負勝ててないんだよね。ギリギリで負けるとは負けれたらダメか。遠心力の違いのところで、じゃあ僕はパーフェクトフェニックス8ダッシュオールディメンションでいきます。では私はデッドハデスゼロバンプエクストリームダッシュですね。3、2、1。さあ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 、うわー、おーっとっとっと、あー、やばいやばい、なんかおかしいぞ。あれ、終わっちゃった。何があった。3、2、1。うわー、何今の速さ。来た来た来た、それがエクストリームダッシュの怖いところ。だが逃げる、そして重いからスタミナもある。あああ、うわ、でも一撃だとてつもなく重い。ちっちゃいのにね。うわ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 、怖いよね。うそー、3、2、1。うわー、うわー、と、惜しい。ちょっと待って、あんま外れた。やばいやばい、でもこっからだ、こっからバーストだ、バーストマスター、おお、ダメか、あ、やばいやばい、よしよしよし、あー、トラップにかかってる。あー、で、エシン君、パパにもこれ使わせてください。パーフェクトフェニックスゼニスボルカニックダッシュですね。そしてエシン君が使うのがデッドです、ゼルバンプエクストリームダッシュ。そうだね、もうアタック対決ですね。3、2、1。うわっ、いくぞ、ハデス。あ、すごいぞ。両方ともアタックだからスタミナはないです。スタミナないけど、スタミナないけど、スタミナ、あー、3、2、1。おりゃー、おー、すごいすごい、とんでもない戦いになってる。あー、でもよし、動き回ったせいでスタミナがもうありません。一撃食らったらやばいかも。あ、やばいやばい、思いのブレイク。3、2、1。いくぞー、よっしゃ。結局さ、ハデス強いじゃん、強いんじゃん。ハデスじゃん、ハデスやべえ、やべえ。はい、ということで今回はデッドフェニックスの超絶改造ガイドで遊んでみた。はい、ということで今日の動画がポイントです。もしよかったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それと今回のおすすめ動画はいつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、そしてチャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということでうちらの結論としては我が家の最強ベイはデッド派ですかね。それ強いよ。強いね、やっぱこれ改造によって相当強いね。
こんなちっちゃいペンなのね。あのパーフェクト、すごい重いパーフェクトフェニックスがやれるなんて、ね、面白かった、うん、はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。